皆さんこんばんは。今日もあなたのくるくるクールがマリオメーカーをお届けいたします。ビッグトゲゾーの恐怖、あなたのお母さんさんのコースでございます。ベストクリアタイムは1分30秒、クリア率は 24%。 まあ、注目コースも普通なのでね、1回でサクサククリアできるんじゃないかなと思います。さて、普通に喋っていこうかな。ビッグトゲゾーの恐怖、まあ、後ろからビッグトゲゾーが追ってきていますね。あいつに追いつかれないように逃げ切ればいいのかな。ファイヤーバーとかブラックパックンとかが下の方にいらっしゃるのでね、彼らに注意すればいいんだけど、今のところ特に難しくはなさそうかな。このバブルも、まあ、落ち着いていれば全然大丈夫かな。トゲゾーの後ろにいる、ビッグトゲゾーの後ろにいるちっちゃいトゲゾーはお子さんたちですかね。男の子なのか女の子なのか分かりませんが、可愛らしいですね。ガリガリエリアに来ました。ただトゲゾーがね、そんなにものすごく近いっていうわけでもないので、まあ、全然余裕かな。はい、お邪魔します。あ、キノコあった、ありがとう、優しいわ。うん、これが難易度難しいぐらいになってたら多分キノコとかももらえないのかな。あ、トゲゾウのお子さんたちが下の方に行っちゃった。あ、おじいちゃんおばあちゃんまで合流した。それともいとこかな、はとこかな。なんだろう、個人的には生き別れの孫たちが気になるんだけど、あの下にいる。危ない危ない、今うまくギリギリでくぼみに隠れられたわ。ほい、いいねいいねいいね。あー、結構トゲゾウ、おじいちゃんおばあちゃんとお父さんお母さん迫ってきたよ。あー、いやー、やめてー。あ、ゴールだ、間に合うかな。なに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 、下にいるあのちっちゃい子たち、ビヨンビヨン、バイバーイ。登ってこれないんかい、みんな。はい、久しぶりにね、注目の普通遊んでみました。一発目のコースでございます。おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、息子たち娘たち、あちらの世界で一緒になれるといいですね。ビッグトゲゾーの恐怖クリアいたしました。ありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいくる。はい、お待たせいたしました。お次はこちらのコースですね。クリア率 1.39%、 フーさんという方、この方をね、フーさんという方はどっかで見たことがあるなと思って、ちょっとこのコース遊んでみることにいたしました。どんなコースなのかな。こう、あ、何かあるのかなと思ったけど何もないわ。ドスーさんが上にスタンバイしてらっしゃるから、あのドスーさんから逃げていけよっていう感じのコース。いけーいけーじゃない、ほいほいほい、いけいよ。あ、壁キック、反応できなかったわ。そのまま奥まで行くの結構難しいな。頑張れ頑張れマリオ、頑張れ頑張れマリオ。よいしょ、ここは OK かな。はい、スピンジャンプで届く距離だった、ギリギリ。いいね、ポンポン。あー、普通のジャンプよりスピンジャンプで行った方が行きやすいわ、間違いない。頑張れ頑張れマリオ、いけいけマリオ。よいしょ、次かな、そろそろかな、あの狭いトゲエリア。おい、あい、え、早めに早めにジャンプをしていこう。あー、惜しい。ファイヤーバーの回転もうちょっと速くなってくれればな。でも他のコースで速かったら大変だからな。よし、じゃない、ここまで順調に来てますよ。トゲエリア、早めにジャンプ早めにジャンプ早めにジャンプで、こう来てこっち、スピンスピンスピン、オッケー。なんだよ、ここはスピンでドスンの上を越えていく、それは初見じゃわからないよ。普通にね、ここまでと同じように下をくぐっていくんだと思っちゃったからね。いけいけマリオ、頑張れ頑張れ。あー、届かねー。一体このコースで何体のドスンさんが犠牲になってるか、クリアした時の動画は多分スタートからの映像を全部流すと思うんで、暇な方は数えてみてください。僕はそんな暇じゃないんで数えませんよ。いけいけマリオ、おい、こう来てこう来て、いけ、スピンスピン、
こっちかな。重量級5、チャマさんのコースクリアいたしました。いや絶対違うね。チャマさんの重量級5はきっともっともっととんでもなく難しいコースになってくると思う。あーよかった、結構面白いコースでしたね。はい、ありがとうございます。25秒789、ベストタイムまであと2秒か。2秒縮めるのは大変だ。はい、お次はこちらのコースを遊んでいこうかな。壁の恐怖、世界のとても難しい、引き続き遊んでいきたいと思います。覚醒エンマさん、クリア率、あれ見るの忘れちゃったな、どのぐらいだろう。壁の恐怖、配信だ。あの扉に入るってことだよね。これでいいのかな。はい、なるほど、あれか、パーパー系のコースなのか。この酔っ払う感じはね、動画にしにくいんですよ、非常に。よいしょ、あ、今度はガリガリが迫ってくる。で、左側に逃げていけと。まあ、余裕じゃないですかね。今、下走ってるだけですよ。うん。あれ？ Eスイッチは？あれ？あれ？あれ？パーパーする？ Pスイッチはどこよ？ Pスイッチはどこにあるのかな？え？待って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 。待って待って待って、ええ、嘘、 Pスイッチは？ということはできるだけたくさんブロックを叩いていかないとダメよと。あ、あった、あー、あったけど、いや、これはなんとかなるんじゃないかな。うん、あれでもこれでさ、戻った時に、いや、これはやり直した方が早いわ。よし、最初のブロックで遊んでやれたでいい。ちょっと慣れてきた。こうファーストステージは超簡単で、どこだっけな、割と最初目のブロックにピースイッチが入ってるんで、あ、取れなかった、畜生めーということだね。このピースイッチゲットが意外と難しいんだ。なんでここで潰されないように気をつけないとやられる。落ち着け、オッケー、一気に右右右右、やばい、間に合わないかもしれない。バーブロック、あー間に合った。次は左、亀、亀嫌い、亀嫌い、亀嫌い。待った待った、あの亀も何かに使うんじゃないの。そうだね、ツタかなんかが出てくるのかな。亀さんまだいらっしゃるかな。あれ、あー嘘でしょ。待って待って、これやり過ごせないかな。ちょっとやり過ごせないか実験してみよう。このブロックを使って、あ、え、なにこれ、上に来ちゃダメだった、現れてるんだけど。ダンダンルー、ダンダンルー、着床めー。ここも踏んだらすぐ入らないと間に合わない。シャーン、オッケー、今回は割と早いんじゃないかな。これはきっとクリアできる予感がするよ。間に合ってー、いきます。次のこの子さんを、あ、倒しちゃった。あ、でもね、これはね、意外と本当にワンチャンある。うん、雲の上に行かなきゃいいだけでしょう。要は本当は多分ここがツタなん、あ、ヒップドロップで叩けるんじゃん。なんだ、ほいほい、こう、はい、余裕余裕。あ、危ない、3段ジャンプして上に行っちゃうと危ないからやめておこう。くるくるくる、自粛中。これはこっちでいいのかな。うんと、多分ね、これね、チビマリオの方がいいと思う。あ、嘘嘘嘘嘘嘘、ダメージ食らえるところもないの、畜生めー。くるくるクーリーになりたいんだね、頑張っていこう。次、ここが結構待ち時間が数秒なんだけど発生しちゃうんで、慌てずパーパーしていきましょう。あ、しまった。赤コインゲット、赤コインゲット。なんだこれ、
よいしょ。そのまま、いいスイッチ、ゲット、いいスイッチ、投げる。はい、ここで、次の一マス上が空いたところで踏んで入る。あー、ちょっと遅かった。間に合うかな？大丈夫だと思うけど。このぐらいだったら、バウを早く積んでいこう。でもこれは。よし、ギリギリ間に合った。オッケー、もうノコノコさんは必要ない。よし。下に捕まって、ぐるぐるが治るのを待ちましょう。乗ったかな？よし、行くよ。オッケー、無事に飛んで来られました。で、このバネは使うんだよね、多分ね。使わないのかな？わかんないから、とりあえず先の様子を見に行ってこようか。うん、そうしよう。死んだら死んだだ。よし、あれもしかして必要ない？あれ必要ないよね。オッケー、あのバネは何のためにあったんだよ。さっきあのバネのためにした後に戻っちゃったんだけど。ちょー、画面見にくいし、うるさいし。壁の恐怖覚醒、エンマさんのコースでございました。ありがとうございます。それでは今日のラストのコース遊んでいくで。はい、皆様もお待たせいた、はい、皆様お待たせいたしました。今日のラストのコースはこちら、簡単楽しいスピードラン、りょうさん。クリア率 8.97% のベストタイム29秒、難易度は難しいから選んでおります。30秒スピードランなのかな、それとも意外と余裕を持たせて40秒ぐらいのスピードランなのかな。クリア率高いから大丈夫でしょう。なんだ、いきなり土管に入るのか。そして50秒制限、これはまずはどこまでパウを持っていけばいいのかな。まだ使うところはないよね。あれ、もしかして使っちゃってよかったのかな。ほいほい、ダンダンルー。これパウブロックを叩くのは結構ね、逃しちゃうことがあるんで気をつけよう。急げ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 。デカマリオのまま来られたけど、いいのかな。ほい、あ、当たっちゃった。待って待って、これ大きいままじゃないとクリアできないとかだったら相当やばい。パワーブロックを持ってお邪魔いたしましょう。からのゴールじゃないかーい。あれ、いいのかなこれでね。下手したら大きいマリオのまま来られたんだけど、まあいいか。簡単楽しいスピードラン、りょうさんのコースクリアすることができました。いいねー。はい、そして今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いしましょう。チャンネル登録まだお済みでない方、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたしますね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。